韓国の近年の動きを見ると、二枚舌政策で中国寄りの行動、対日政策に舵を切っています。韓国をよく見ると、韓国でも二つに分けられており、どちらに進むか。では、米海兵隊がどう韓国のことを考えているのか、詳しく見ていきますね。もう元には戻せないところに来たんですよね。民主主義が共産主義に変わるのはすぐですから。米国海兵隊がアジア太平洋地域における部隊配置を見直す動きは以前から出ていたが、ここに来て韓国駐留部隊の配置を見直す動きに韓国側が神経質になっているという。米海兵隊のデビッド・バーガー司令官が2020年9月にアジア太平洋地域の現在の準備体制を見直す必要があると語ったことが伝わった。バーガー司令官によると、現在のアジア太平洋地域においての海兵隊配備は、太平洋戦争終結後の朝鮮戦争以来、数万人が米本土のカリフォルニアを元としてハワイ、日本、そして矢尻のように突出した朝鮮半島に駐留しているが、現状を見るに全く理にかなってない配置であると指摘しており、近い将来に中国と対峙することになるであろうと考えられる紛争地域をカバーすることができず、南シナ海に進出を図る中国に対抗するために現状よりも広い地域に海兵隊部隊を分散させる必要があると提案したものである。このことは、米陸軍がインド太平洋地域における米軍の配置が韓国と日本に集中しすぎていて、中国を対象として勃発するであろうと予想する紛争への対応にはそぐわないとした報告と合致している。オンライン上の米軍事専門メディアであるミリタリー .com によれば、米国の対中国戦略は、従来の朝鮮半島有事を想定した上での韓国、日本を中心とした北東アジアでの展開から、この先は南シナ海を中心にインド洋や太平洋での限定的で局地的な武力衝突が起こるであろうとの予想に切り替えたとしているのである。米海兵隊はそのような中国に対する新たな戦略展開に動き出しており、2020年グアムのアンダーセン空軍基地の近くに1952年に日本の岩国基地以来となる新たな海兵隊基地としてキャンプブラズを新設した。この新しい海兵隊基地には、今後5年以内に沖縄に駐留している第3海兵遠征軍5000人が移ることになっているが、この部隊は朝鮮半島有事に72時間以内に出動し展開される米軍最大の即応部隊である。しかし、沖縄から東に2200km も離れたグアムに移るとなれば、朝鮮半島有事への即応が難しくなることは間違いなく、韓国は米国から見放されようとしているのではないかとの焦燥感を募らせているのだ。さらに、米海兵隊は南シナ海での中国との軍事衝突を想定した場合、当初の奪い合いとなる局地戦が中心となるために、機甲部隊のような戦車を主力するような重装備の部隊は必要がなく、上陸作戦を主体とする軽装備の部隊が中心とすべく
部隊改編を進めていて、かつての朝鮮戦争において戦況を一変させた仁川上陸作戦のような大掛かりな戦車を伴う上陸作戦は展開が難しくなる。これらのことを受けて、韓国の真由美国大学海兵隊軍事学科のイ・ピョギュ教授は、米海兵隊が軽装備の部隊に改編されるのであれば、韓国海兵隊は、これまでの米海兵隊との共同演習や根本的な作戦を見直す必要があると指摘している。このことについて、ネットでは、米国が今後韓国との共同軍事行動を軽視しているのではないかとの憶測が飛んでいて、韓国政府がこのような事態に陥ることを予想していなかったのかとの疑問が湧いている。また、米国は中国の軍事戦略上の概念である第一列島線、九州から沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオ島に至るラインの内側に封じ込めようとしているが、この戦略上では韓国の存在は意味がないと見ているのではないかとの指摘もある。さらには中国よりの方針を取り続ける文在寅政権を牽制するために米国は軍隊を駐留させ続けるに違いないとして、それを撤退させるのは米国が中国との WW3 に敗れた時だとの声もあるようだが、さすがにそこまでは現時点では考えづらい。また、米海兵隊が機動力重視の軽装備の部隊に変貌するのであれば、韓国海兵隊との大規模な上陸作戦は展開できなくなるとの見方は正しいとして、現在では中国解放軍といえども、もはや以前の朝鮮戦争のように戦車を押し立てて朝鮮半島に侵攻するような時代ではなく、米国としても韓国防衛にかこつけて北朝鮮を倒す目論みなどはなく、北朝鮮との紛争が起きたら韓国自身で何とかしろとのことなのだろうとの指摘もある。それを裏付けるかのように、米国はここに来て日本、オーストラリア、インドとの間で日米豪印戦略隊はクアッドを立ち上げ、さらに英国や欧州も加えて連携を深く固めようとの動きを見せている。つまり、かつての東西冷戦時代には、反共の防波堤であった朝鮮半島の38度線は、近年の中国が海軍力を増強して、東シナ海や南シナ海への進出を強めたことで、存在意味が希薄となって、米国の中での韓国の重要性が地理的にも軍事的にも政治的にも低下し、日本防衛あるいは台湾侵攻阻止にシフトしつつあることを言していると言えるのである。ネットでは、これはもう米軍は韓国防衛に加担しないので、もし北朝鮮が侵攻してきたら自分たちで守れと言っているのと同然であるし、海兵隊の性格から見てもあくまで攻撃、侵攻に適した軍隊であって、防衛には適していないのであるから、日本防衛に主眼を置いた米軍が、グアムに海兵隊を移転させるのは当然だとの意見があり、韓国が米国に本気で守ってほしいと思うのであれば、今のような中国よりの動きをせずに米韓同盟を重視するとの姿勢を見せる必要があるとの指摘すらあるのだ。韓国がこのまま中国にすり寄っていった結果、
赤いチームに吸収された。中国の属国となったとして、日本にとって現在の韓国との関係を思えば大きな痛手とはならないであろうし、米国にとっても現在陸、海、空、海兵を合わせて2万8500人にもなる在韓米軍を引き上げさせることは非常に大きな負担軽減となるので、むしろ望むところなのではないだろうか。これまでの文在寅政権を見ていると、本気で中国の属国になろうとまでは考えてはいないとは思うが、このまま韓国内の反米感情を煽り反日の姿勢を取り続けて米国を悩ませる動きを続けていれば、米国が本気で在韓米軍の縮小に取り組むのは必要で、それから慌てて取り繕ったところで時すでに遅く、在韓米軍撤退を受けてさらに中国の黙認を取り付けた北朝鮮の侵攻によって念願の南北統一を果たすことになる可能性はゼロではない。日本としてはその時が来ることを想定しておき、米国との同盟役アドに加えて英国、カナダ、欧州諸国などとの関係を深め、さらにはロシアとの関係も意識しつつ、アジア諸国への影響力を強めて中国に対抗する戦略を考えておくべきである。